山口常太郎2月10日から1941年4月6日は明治末期から昭和初期にかけて活動した日本の実業家、政治家、和歌山県出身、元は新聞記者。福岡市の福岡日日新聞主筆となった縁で福岡にて実業界に転身し、九州伝統鉄道常務や博多商業会議所会等などを務める。政治家としては、 福岡市会議員を経て、立憲声優会所属の衆議院議員となった。山口の経歴は、九州伝統鉄道常務時代にともに、同社常務を務めた松永康左衛門の著書、勇気ある自由に詳しい。以下、突起なき場合記述の出典は同書である。山口常太郎は1873年2月10日、山口平三郎の長男として生まれた。 現在の和歌山県新宮市出身。記者としては初め朝鮮の刑場で勤めたが、1895年に木戸と羊事変が起きた際、収監された国民新聞社特派員を支援し代わりに新聞記事を送ったという縁で、国民新聞社へ移籍、東京本社の政治記者となる。後に大阪市局長となった。1899年4月。 国民新聞主催者の徳富祖宝や野田宇太郎の推薦で、聖夜の範囲や率いる福岡の福岡日日新聞へ、経済部長として入社した。この時の出筆は、高橋光武であったが、後に高橋の公認出筆、ついで同社主幹となっている。この頃、福岡県の政界や福岡、北九州の財界との結びつきができた。福岡日日新聞では、 通信社の株式会社日本電報通信社の大株主となった関係から山口を大阪市社長として同社に転籍させると決定した。しかし山口の就任を電通創業者の三長星雄は阻止したという。一方で福岡財界の一部は山口の転出を惜しみ山口を福岡に留まらせようと画策し福岡の電力会社博多電灯の株式を 買収して社長に据えた。1907年7月のことである。その後1908年12月に北九州の電鉄会社九州電気機動の設立に、最始取締役に就任。翌1909年には8月に、福白電気機動の設立とともに、取締役に就任。9月には、博多安鉄道の取締役にもなり。 福岡市とその周辺の鉄道会社にも相次いで関わった。これら三社は西日本鉄道の前身にあたる。1911年11月、社長を務める博多電灯は、福白電気軌道と合併して、博多電灯軌道となった。さらに、翌1912年6月には、佐賀県の九州電気と合併して、九州電灯鉄道へと発展したが、 山口はその社長職を佐賀財界の伊丹屋太郎に譲り、松永安左衛門、田中徳次郎と共に常務取締役に就任した。松永によると社長は伊丹であるが実際のところは山口、松永、田中の常務の3人で経営一切を取り仕切っていたという。その後1914年12月に辞任するまで九州伝統鉄道常務を務めた。 実業界では、その後、先日の日本電報通信社の常務取締役を1915年7月から1918年9月まで務めている。1913年4月28日、福岡市会議員に当選し、以後1917年4月25日までの一期4年間市会議員を務めた。市会に続いて1917年4月20日実施の 第13回衆議院議員総選挙に福岡県軍部選挙区から立候補し、当選、衆議院議員となった。所属は立憲政友会。次の第14回総選挙では落選するが、1924年の第15回総選挙で当選し、復帰、1928年の第16回総選挙でも当選した。しかし九百三十年二月二十日実施の、 第17回総選挙では落選し、以後選挙に出ることはなかった。声優会では、野田宇太郎の地偶を得て、総務となり、また国境新宮の旧藩主家出身の貴族院議員、水野忠氏と通じて、声優会と貴族院会派研究会の連絡役としても活動した。声優会の機関紙、中央新聞の経営にも当たった。議員失職中の百二十一年一月、 松永安左衛門の公認として、博多商業会議所の第8代会頭に就任し、これを1925年1月まで4年間、務めている。晩年は、脳血管障害で倒れ療養していた。これの再発によって1941年4月6日死去、満68歳没。ありがとうございます。